今回はお姉様からね。私を倒しに行くわよ。お嬢様はどれくらい強いのでしょうか。お待たせしたわね。なかなか楽しそうにやってるみたいで何よりだわ。チームコウマ艦、総監督、ゼミリア、スカーレット、お嬢様。あーっせ。そういえば眠りから覚めたところだったわね。アポアポよアポ、リンゴっぽく言うんじゃないわよ。やっぱり少しお怒りのご様子で。スーパールーキーの称号はいつになったら取れるのかしら。あ、これも湖に行った後なのね。どうやらそういう話みたいですね。ちょっと。そうよ。貴族のたしなみだって。文化振興ね。なんかお姉様がこれを広めてる姿って、想像したら笑えるわね。想像するんじゃないわよ。なんかお嬢様が語ってますよ。文化や流行の何を知ってるんだか。すぐに疑われるわ。まあそういうことしてきてますからね。きっと何かはあるわね。妖精たちにいい格好したいだけだったりして。なんで妖精たちにいい格好しないといけないのよ。どうやるんですって。なんですって。妖精にどうやってどうするのよ。いろいろ言われてるわ。へえ、最近は見る専門なんですか。でもそれって案に自分はできないって言ってない。きっと強すぎて周りが相手にならないのよ。そうは思えないわ。どういう意味よ。そのままの意味よ。これマリサの挑発に乗る感じじゃないですか。どうしてそうなるのよ。あんまりバカにするなら私の腕前見せてあげてもいいけど。はあ、こんなわかりやすい挑発に乗るなんて。私が。どうやらもう始まるみたいですね。お姉様のスペルカードの効果はコウモリが出てくるんだって。しかもそのコウモリは相手から覚醒力を吸い上げると。うわ、またチャージタイム短いじゃない。昨夜の時と同じ60秒ね。何回打てるかは局の時間によるわ。まあでもまたこっちのスペルカードで消せそうだし特に問題はないかもね。この戦い、どっちが勝っても嫌だわ。でしょうね。何か悪だくみしてない？口が悪いのは相変わらずね。準備開始。む、敵のお姉様いきなり一番増やしたわ。今回の食時間は3分53秒。その間にしっかり勝ち切る。あ、敵のお姉様迫撃ミスした。もう顔面に弾がないわね。一気に弾を増やしたお嬢様。敵のお嬢様もまだ困ってはいない様子。赤がない。よし、出てきたわね。敵のお姉様の顔面に邪魔玉が増えてきたけど、まだダウンするほどじゃないわ。ふふ、これは一気に攻撃できそうだわ。お嬢様一気に黄色玉を消しました。連続迫撃も成功してたわね。敵のお嬢様の顔面に邪魔玉が。これはダウンのピンチ。もう少しで覚醒モードに入れそうだわ。お嬢様が入るということは敵のお嬢様も。もう少しで覚醒モードね。お嬢様が先に入って遅れて敵のお嬢様が入るという感じでしょう。先に大ダメージ与えてあげるわ。お姉様覚醒モード。敵も全部成功させました。47のダマダマが行ったわ。でも敵のお姉様も覚醒モードに入ってるからね。多分ほとんど粉砕されるわよ。ここで試合時間1分が経過しましたが、スコアは26対16でなかなかの接戦です。1分経過して差がほとんど開いてないのは初めてね。さすが私だわ。まだどっちともダウンしてないからね。っていうか敵のお姉様をダウンさせられないお姉様が弱すぎる説があるわ。そんなものないわよ。あ、しかしこれはダウンの隙ですね。なんとか持ちこたえるか、それとも倒れるか。敵のお嬢様クールダウン。む、これは初コウモリね。覚醒力が吸い取られるって話だったけど、確かにお嬢様がワンセットするたびに少しずつ減っていってるわ。お姉様使うの少し早すぎたんじゃない。む、もう少し弾出してから使うべきだったわ。コウモリもほとんど消せてませんしね。しかも今度はお姉様がダウンのピンチね。右側は消せたけど左側が厳しいわ。あと2段でダウンです。お嬢様、いや、もう1段よ。そこじゃない、もう少し上狙ってたのに。はい、お姉様ダウン。反撃モードに入ったわ。渡したとしたことか。でもそれでもお姉様がスコア勝ってるわね。2分経過でスコアは124対89です。このまま勝つわよ。まずはここを完璧に突破するわ。お嬢様ミスなく反撃モードを終えました。
今敵のお姉様めちゃくちゃ迫撃ミスしてたわ。動揺してるのかしら。まあ一向に差が縮まらないからね。しかしこの感じだと次先に覚醒モードに入るのは敵のお嬢様。ああ、それは結構まずいわね。うわ、しかもここに来てこうなり、お嬢様の覚醒モードがさらに遠ざかりますね。早いところ処理しちゃわないと。ここで敵のお姉様が覚醒モード。む、敵のお嬢様すぐに消さずに。お、なんか頭良さそうなことしてるわね。それともお姉様がバカなだけかしら。はぁ、何言ってるのあなた。敵のお嬢様盤面をすべて赤にしてから消していきます。迫撃成功率は6割って感じかしら。邪魔だなぁ。来てないわね。残り時間1分を切りましたが、スコアは146対102。少しずつだけどお姉様が話してるって感じかしら。よし、消すわよ。あお姉様、敵のお姉様から学ばなかったの。やってる途中に相手の盤面を集中してなんて言えないわよ。結構な弾が無駄になってしまいました。だけど敵のお姉様に一気に邪魔弾が流れ込んだわ。ダウンしましたね。これで私の勝利は確実。残り30秒を切ったわ。この角度で打てば上の黄色に当たるかしら。当たりませんでしたね。一番出してと。敵のお姉様微妙な感じね。もうコウモリ出しても意味ないわ。確定ゲージがたまらないからね。こうなった時にお嬢様のスペルカードは弱いですね。あんまり取っておくものじゃないってことよ。あ、そういえばレイムのスペルカード使えるんだったわ。もしかして忘れてたの。忘れてた。終わってしまいましたが、全くの無駄打ちだったわね。結果は251対113でお嬢様の勝ちです。勝ったんだからいいじゃない。そんなことやってるといつかストーリーで負けるわ。どうかしら。お姉様も上から目線なのかしら。昨夜じゃないんだから。ちょっとやめてくださいよ。驚いたわ。スーパールーキーを名乗るだけはあるよね。結構素直じゃない。絶対手を抜いてたとか言うと思ったのに。だから言わないって言ってるでしょ。霊夢もだんだん楽しんできているようで。まあ実際楽しいからね。そうそう。む、お姉様が何か痛そうな顔してる。急に大きくなるんじゃないわよ。マリサが痛そうなセリフだわ。奪われた感じがするって言ってるわ。そうね。そうよ。その有効の兆しってやつを見たいわね。今のところ開発者のいる場所を訪ねてるだけですからね。もうさらなる発展を促す次の一手も打ってあるんだって。それって大会のことじゃないかしら。そういうこと。そう、それはズバリ公式大会よ。やっぱりそうだったわね。あ、会話パートが終わってしまいました。次は確かチュートリアルさんだったわね。コウマさんの主にしてチームコウマ館総監督レミリア・スカーレットよ。はい、それじゃあ次行くわよ。迫撃よりも強力な電撃について説明する。だってこれは多分前回のあれのことではないでしょうか。多分そうね。来たる良き日、妖怪の山に特設会場を建てて初めてのエキシビション大会を開催するわ。幻想郷のあちこちからスカウトした上級者同士の試合を通してこの競技をアピールするの。協賛団体も募ってあるし、一般選手からもすでに問い合わせが殺到中。なんなら白霊神社も乗っかってみる。このビッグウェーブに。あれね、スカウトね。これでも残念、このスカウトは失敗よ。すでにマリサがスカウトしてましたからね。残念。私なんですって。霊夢なんて初動で取っておかないとダメでしょ。作戦が悪いわね。お姉様どう。さて霊夢はどういう答えを出すのか。キリって顔してるわね。そして霊夢は随分困り顔だわ。何かひらめいたって顔してるわ。あのさ、まだ少しだけ気になるところがあるんだって。今から面倒な奴らに会いに行くってわけね。そういうことでしょうね。巫女っぽいわ。巫女っぽいわね。多分出場することになるでしょうね。私は能力っていうのが前回からずっと気になってるわ。慌てなくてもすぐに出てくるわよ。はいはいはい。
お嬢様から何か提案があるようです。初心者モード。スペルバブルにそんな機能あったのね。マリサが忘れてたみたい。初心者モードと何モードがあるのかしら。そうよ。ふーん、一部の操作が省かれてたんだ。通常モードというみたいですね。通常モードには連撃が入ってるのね。多分そういうことね。こんなに簡単に通常モードに。そうね。マリサが説明してくれるって。通常モードの説明に入る前に、今回はこれで終わりよ。それじゃあね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価、コメント気軽によろしくお願いします。それではまた次の動画で。